お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらね、先日行われた VSKOS セオリー戦ですね、はい、に僕がね 1v1 出場しましたっていうわけで、まあね、相手は去年もね戦いました、ベンザーリーデル選手っていうね、この激アツなね試合をまあね解説していきたいなと思います。 With 滑舌失礼しまくこっかげ、はい、まあね、僕のチャンネルにもうなんか4回、はい、僕が動画出したら4回ぐらいいるね、人がいるんですけど。はい、というわけで、はい、まあ、キオセオリーとですね、試合があったんですけど、まあ、2v2 がね、味方点が出て、はい、勝って回ってきて、はい、まあ、僕が 1v1 出るっていう感じで、僕 1v1、はいはい、あれなんですよね、まあ、ちょくちょく出てるんですけど、まあ、言ったら今、9月の終わりなんですけど、僕、うん、まあ、今年のクラロラリーグ勝ったのが、VSOGN のビクター選手戦 VFOGN 5月、クラロラリーグシーズン1の、多分僕らの一番初めの試合5月ぐらいに 1v1 で勝ってたんですけど、それ以来 1v1 1回も勝ってなかったんですよね。その、まあ、キングオブヒルでは勝ってたんですけど、そのセット2の 1v1 で勝つっていうのがもう久しぶりすぎて、久しぶりすぎて、なるほどね、はい、ちょっとね言っちゃったんですけど、まあ、勝つみたいなね、まあまあまあ、まあ、はい、それを見ていきたいなと思います。いやー、ちょっとね、久しぶりに緊張しましたね、1v1 やりごぶ、そうで、やりごぶ来て、あー迫撃だな、あー迫撃ですねって思って、僕はそのベンザー選手ね、ちゃんと、はいはい、まあ、対策してないと、やっぱこのプレイは結構化け物レベルにね、上手い方なんでっていうので、まあ、僕は一回目言っちゃうと、ジャイスケラデッキ、まあ、ジャイプラススケルトンラッシュが入ってるデッキを使いましたね、はい、でここでこの迫撃を受けつつ、この迫撃がね、うまいんですよね。普通ここ迫撃結構防衛しないといけないんですけど、あえてダメージ受けて、ここですね、ここのスケアミでこのアウトローガールとアウトロー防衛処理しつつ、迫撃も処理してるんですよ。でディガーは一回無視して、ここで、まあ、ディガー分ね、ディガー無視したことによってディガー分のねアドがあるんで、ここでねちょっとダメージを稼げましたね。なんで今のスケアミは結構ただただ普通に出してるかもしれないんですけど、迫撃を処理しつつ、ジャイの HP を残すためにアウトローボーイとガールを処理できてるんで、結構いい攻めだったんじゃないかと思います。でここね、はい、タルバはじゃあババとやりごぼうがちょっとうざくて処理して、このコウモリ単体で生かすのももったいないんで、やりごぼう、ね、やりごぼう追加してね。でここでね、はい、どうも、ヤナアメ使いラットです。いや、ヤナアメ初めてワンちゃん、だからクラロラリーグで初めて出たんじゃないかなっていうくらいがね、くらいですね、ヤナアメ。僕が、まあ、僕も言ったら公式戦ではあんま使ったことないですけど、結構昔三重心のヤナメ入れたり、まあ、ちょっとヤナメが好きですね。なるほどね、はい、ここ相手防衛迫撃、そう、これ美味しいですね。僕相手の動きに合わせていこうと思ってたら、相手が防迫してくれたんで、後ろからこれゆっくりジャイアント展開ですね。ジャイケは雪がまった持ってないんで、コウモリが強いから、そうですね、タルババ出てきて、まあ、ファイボだろうなっていうのを思ってて、基本ディガーをね、まあ、コウモリとか、まあ、ギャングとかで守りつつ、ここですね。でここで雪玉を使わずに、やりごぶね処理して、はい、スペルを節約ですね。ヤナハムからの雪玉、いや、このダメージでかいですね。結構まあね、まあ、一般的に見たら、うん、まあ、相性勝ち、ただの相性勝ちってあるんですけど、こういうね細かいところをすごい見てほしいですね。ジャイで受けて、やりごぶでこのね、迫撃砲のね弾が入らないところにやりごぶ出して受けつつ、前はねコウモリで処理で、はいはいはい、こんな感じでね、ジャイの HP を残すことによって、このままね、スケルトンラッシュが、ちょっと刺さるっていう、タワーがね、ジャイを殴るんでね。で、こういうところの防衛をね、また見てほしい。なるほど、OK、相手の魔化けね、迫撃に、しっかりジャイで受けて、迫撃砲がね、当たらない位置にやりごぶ出して、処理しつつ、コウモリで高め処理、まあ、同じことしてるだけなんですけどね。で、ここのジャイは HP がちょっと少ないんで、まあ無理にね、攻めにつなげず、1回捨てジャイですね。で、こうすることによって、欠ジャイすることによって、今ね、手札にはジャイとスケラがあるんで、いつでもね、その攻めれる状況を作れます。で、結構、はいはい、やっぱ相手の枯渇枠が多いんで、鬼相性いいように見えるんですけど、うまくね、逆サイドとか攻められたりすると、こっちもね、結構辛いっていうのが。ここ相手、端前がしっかり。ジャイアンク止めて、うん、この上守るか、そうですね、ここの防衛もうまいですね。ヒヤヒヤしましたね。ここ雪の間打って防衛して、でここもねヤナメをさすがに使いたくないんでね、こっちも攻めで最後使いたかったんで、ギャングとエルゴブでしっかり防衛して、
まあ勝ったって感じですかね最後ね。気合の押し込みで、まあ神相性神相性言われるかもしれないんですけど、まあしっかりね対策、まあ対策ですね、対策して、はいはいはい、でも言ったらこれは別に 100% 勝てるデッキでもないんで、そんなん言ったら、ね、まあこれ僕の意見があるんですが、はい、まあね、まあ相性多いかいけ、このジャイ吹きがっけ、ジャイと吹きが一緒に打つじゃん、ほぼ多くか、ジャイがしく吹きが打つから、うん、10エリックが使って結構自分がやる気がこう全然使えないんで、まあここに学校褒めるようでガンガンガチゴ、まあうまかったなっては思いました。ニヤニヤニヤ、呪文がね結構矢川めく雪が曲げ、なんかいっぱい打ちたい場面多くて、いっぱい打ちたいんですけど、うん、そう意外とねその打てないっていうのが結構防衛ではなんかユニットでいい感じでね、ダメ許容しかじっけ攻めが結構使っていくのがうまかったなと思います。ああ、そうですね、やっぱ防衛でねスペル使うと攻めでスペル使えなくなるんで、はい、しっかりねジャイアントで相手のユニット受けて、そこをしっかりね小物で処理してカウンターによく結びつけれたんじゃないかなと思いますね。はい、なんで結構ねまあ使うのは若干むずいかもなんですけど、でもなんかねもう始まりジャイスクラスだけで倒れたりすることもあるんで意外と楽しいデッキではありますね。はい、でここ1本取って、まあ、正直めっちゃ気楽でしたね。あの 2v2 も取ってたんで、僕がここから2立てしてもまだキングオブヒルもあったし、2かけあっ影けもね、うん、そう2立てされてもねキングオブヒルもあったし、なんでまあ全然ね楽しかった。そうしかも僕が多分言っていいやろ別にこの日のキングオブヒルのメンツ。ああいいよいいよ、いいんじゃない、いいでしょう。そうがキングオブヒルがみかんさんと、うん、ライキさんと僕だって、まあ、順番がね、うん、今言った通りみかんさん1番でライキさん2番で僕3番だったんで、はい、まあ多分回ってこねえよなっていう思いもあったんでね回ってきたらこの時はこの時かよ、その時よなと思いつつ、めっちゃねこの状況で気楽でできましたね。なんで、まあ、自分が得意かつ好きかつベンザー選手にって考えて、まあね次、デッキをね出す感じですね。なんで僕あの次もまあ言ったらジャイデッキを使うんですけど、はいはいはい、まあ、今ジャイデッキ使って勝って、またこれ次ジャイ使ってね、おやおやおや、しかも僕がジャイ使い、まだポノスのジャイ使いといえばテンゴットってもう皆さん間違ってます。まあ確かにこれもう変わりました。もう、はい、昨日のね試合でポノスのジャイ使いは僕です。まあテンゴット超えたと、テンゴット超えましたね。多分直接対決したら全部勝ちますジャイ対決ね、このうちね動画が組んで、うん、ジャイスキャラ VS ジャイプリプみたいなね、はい、っていうわけで、まあ、2試合目ですね。はいはい、でここでさすがにね連投はな来てほしくはなかったんですけど、迫撃、まあ、案内見て連投するかっていう話なんですけどね、ベントだけにしね迫撃以外もいっぱい使ってて小さい声がうまいんでね、そう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 、なんでねそこもまた怖いですね。やりごぶおや連投か、そうここでね多分みんなねおおラット連投やってなったかもしれないんですけど、まあ、連投はしないですね。ベンザーも、ベンザー検知もなんか、うん、なんかえ、え？って首振りましたね。あれ？ってなりましたね。ここでベビドラサイトすぐなんでね、この僕のこのジャイスパが結構小物多めなんで、ベビドラが厄介なんですよ。はいはい、なんで、このベビドラがいない今がチャンスであるんですよね。なんで、ここを狙って、まあ、スパーギン展開をね、していき、まあ、ギャング追加で、ここね、ザップ打たせてからのコウモリ追加。スパーキーが生きかね。はい。で、このコウモリで、しっかりね、この辺のユニット処理していく感じですね。なんで、まあ、スパーキー、やりこぶギャングコウモリのどこにザップを打たせるかっていうのを考えつつ、まあ、やってましたね、僕は。なるほど。で、今相手はあの防衛でザップ使って、はい、なんで、あのここね、普通にもうゆっくり、やりこぶだけで、やりこぶだけで守ってって感じですね。で、ここで、あのこのディガーなんですけど、これあの、僕も分かってたんですよ、ベンザー選手がトリトンとババとインドラサイって、あ、これラバデッキなんて分かってて、はいはいはい、あの、これベビドラでしか防衛できないやなって思ってて、僕のデッキベビドラが嫌なんで、ここであえてディガーを飛ばして、やり込み自体にディガーを飛ばしてベビドラを咲かせてっていうね、このダメージを無視してケツスパーキー、そうなんで、あのディガーを飛ばさなかったら今ケツスパーキーしたら相手はラバベビインド、ラバトラドラの形を作れたんですよ、ここでベビドラ端前が全部芝かいで、ね、でもこれベビドラで無双されてたところをさっきディガー出したことによって、あのね相手はこの小物がね厄介になるっていう、ベビを出せないと、はい、あのディガーは僕からしたら完璧だと思ってましたね、神ディガーと、はい、で高めヤリゴブでねトリトンの竹ちょっとね、取ってたりね、で結構ガグモゲにめっちゃ怖かったんだけど大丈夫だった、これね俺も怖かったこれマジガグモゲで守りつつ、ここ、ね、おがいかと思ったんだけど、ね、そうギャングテリゴブで、いやさすがに
結構いちいち交換しちゃうと辛いんで気合で守りましたね。窓取られたんですけど、ここもう行っちゃうけどザップがっけ、呪文、そう呪文ザップザップ持ってかか、一応緊急回避ももう、そう回避ができた。でここ相手はあれですね、448をディガポエだけで多分削ろうとした時に、はい、僕が ねそうなんかね防衛されて落とせないってことを考えて、ベンタル選手がね降りに来たんで、僕はもうねここで右はほぼほぼほぼ全無視ですね。一時効果なんですけど、ここのね先打ちポイズンもうまいんですね。分かってかね相手も、うん、まあですけどここね僕もザップってね気合い入れますね。でここで攻めたことによって相手はね防衛でザップ使ったんですよ、はい、そしたら僕は相手のラバとベビとディガ言ったらまあ11、12、14コストをヤリゴブとコウモリだけで防衛したんですよ。今もうね巻きを戻してみてください。今のもう14コスト4コストだけで、綺麗に処理してるんでね、多分ほとんどみんな端前の攻防しか見てない、端前のあのババとかのねスパーキーのところしか見てなかったと思うんですけど、ラバベビとかの防衛してるところもねぜひ戻して見てみてもらえたら、嬉しいかなと思います。ぜひね、はい、って感じでね、はい、まあ、ベンザル選手にね似たてさすがです。いやもう、うん、よかったね、はい、もう久しぶりにね5稽古勝ち連続1-2、うん、ね、そうですね、しかも僕も久しぶりに 1V1 勝てたんでめちゃくちゃ嬉しかったですし、なんかね楽しかったですね。ここちょっとね目合って挨拶してますね。JTB 選手かね、はい、でね、あのケオスとはもうまあ、一応ほぼじゃないんですけど、またね、あのプレーオフに行って、こう勝ち上がっていったらね、全然またマッチング、試合することもあると思うんでね、それでね、また当たったらね、また次もぜひね、勝ちたいなと思ってます。というわけで、今日はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。お願いします。もしかしたら、明日もね、BO3 動画、まあ、誰とやるか分かんないんですけどね、上がるかもしれないので、ぜひぜひお楽しみください。では、バイバイ。